はい、11時になりました。太田匠海さんとホリデーベンチャーズです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。それではこれから演奏をね30分ぐらい始めたいと思いますけどもね、太田匠海くん小学校1年生、2年生、7歳でございます。じゃあ、挨拶して始めましょう。演奏を始めます。どうぞ最後まで楽しんでください。はい、ありがとうございます。じゃあスタンバイの方お願いします。今日はね、多摩高校ダンス部と一緒のコラボレーションということでね、曲の合間にダンスパフォーマンスも入りますんで、そちらの方も楽しんでいってください。それでは最初1曲目、星への旅路、1曲聞いてやりたいと思います。では星へのタイプです。どうぞ。続きまして、多摩高校ダンス部の皆さんに、ここで登場していただきまして、2曲ほど、ウォークドントラン悲しき街角という曲を、ダンスで披露させていただきたいと思います。多摩高校ダンス部です。今日はあまり練習量が、なかったんですけど、精一杯踊るのでよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。それでは張り切っていってみてやりましょう。ウォークドントラン悲しき街角です。どうぞ。Thank you.
続きまして3曲お届けいたします。ミスター元メダルプッシャー、雨の御堂筋。
スターボとドラム奏者雨の目を鈴木でございました。とても小学生がやるような曲じゃないと思うんですがね、びっくりしちゃいますけども、太田匠君なんと4歳の頃からドラムを始めまして、5歳で、東京の CM 会社の方からね、ちょっと YouTube 見たということでスカウト来まして、それからもうだんだん見る見るうちに成長して抜群な活躍をしてもらってるわけなんですけどもね、それではここで、また長岡ダンス部の2人に入ってもらいまして、2人の銀座、京都の恋、ペイントブラック、3曲お聴きください。どうぞ。
もう大人顔負けの演奏をもう毎回毎回してるわけなんですけどもね、これメンバー紹介したいと思います。現在、花嫁募集中ですベース山口拍手お願いします。そして我が、今日、病院から抜け出してきましたただいまリハビリ中です、ギターの百瀬なんとギターの百瀬さん、67歳でございます。そして匠くんが7歳でございます。星野さんなんと60歳でバンドを結成して活動してるわけなんですけどもね、なかなかこういうバンドもね、ないと思うんですけども、これからいろんな活動してきますのでね、皆さん、どっかで見たら応援してください。それではね、時間の経つのも早いもので、一部、今日は、午前中と午後に、分けてやらせてもらってるわけなんですけども、2時からは、午後は2時からステージが当たりますので、皆さんよかったら見てくださいね。それでは、最後の曲になります、ペネトレーションです。どうぞ。あ、どうぞ。
大阪府ホリデーメンジャーです。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。午後の2時からのステージになりますので皆さんよろしくお願いします。どうもありがとうございました。